こだわりがない、優雅ではない、素晴らしくない、不思議でもない、何もかもが釣り合わない。何ブツブツ言ってんだ、打ち負かされた仲間たちのことか。君たちの虫相撲の戦い方のことだ。ああ、フライムに体当たりされて頭でも打ったのか。俺様は芸を見せに来たわけじゃない。俺様のこだわりは熱血、力、そして圧倒的な勢いだ。お前に見せてやろうか。嫌なことを思い出してしまった。君のような騒がしい奴とは対戦なんかできない。うん、こちらの金髪の女の人は手軽そうだ。決めた、彼女に挑むとしよう。ダチコ、聞いたか？お前のことが手軽そうだってよ。こいつの相手をしてやれ。こいつらどういうつもりなんだ。相手の情報を一切集めてないし、次から次へと勝ちを譲ってくれるような相手を送るなんて。花門玉将のチームってなんかバラバラだな。戦略面ではオイラたち3人に遠く及ばないみたいだぜ。オニカブトムシ同士の決闘は鑑賞性と芸術性を兼ね備える必要がある。君たちには理解できないようだけど。一番重要だと思うぞ。ただ鑑賞するためってだけじゃ演劇になっちゃうじゃんか。ああ、その通りだ。白鉄ビスケもよく分かってんじゃねえか。ダチコ、